どうこちゃんめめです。今日も、対戦ズーキーパーの、対戦をやっていこうと思います。まずはアップからね、まあ、いつもの恒例の3戦ほどだいたいアップしてからオンライン行くんで、まあ、まずアップしていこうと思います。はい、アップ重要ですからね。いや、押せなかった。まあ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 、だいぶミスっちゃってたけど、まあまあまあ、アップなんでね。まあ最初だし、十分でしょう。本番でね、ミスしなければいいので。さあ、もう2戦ほど。あ、スペーパーに押せなかった。一個右でしたね、俺が押してたの。あそこスペシャルパネルを押せるだけで最後に自然連鎖がまあ、ポン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 って行ったりするんで。あれ押せるか押せないかだけで地味に変わってくる。まあそこは運になるけど。まあ、スペシャルパネルがディフェンスが消えればディフェンスも結構増えるし。ああいうの押せるか押せないかで勝敗は変わってきます。楽だ。さあ動かせなかったぞ。まあまあまあスコア的にはまあそんな悪くないんで、まあいいんじゃないかな。まあ内容的にはまあちょいいまいちで、ちょいいまいちだけど。よし、じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあ潜っていきます。オンライン今15連勝中なんで、15戦。さあ、ミオさんよろしくお願いします。2連勝中ですね、相手。そうですね、夏ですね。はい、ディフェンスラッキー。いやー、なんかすごい操作怪しかったですね、これも。さあ、どうだろう。まあ、ディフェンスラッキーにしたら、まあまあ、バランスはいいけど、相手、ディフェンス30くらいじゃん。ちょい今日はいまいちだぞ。大丈夫か？まあ、しっかりね、こっから上げていきたいですね。操作精度が若干いつもより悪いかもしれない。ちょっとね、なんか、押せてない部分とかあるんで。まあ、ね、終わり良ければ全て良しって言って、まあ、勝てもいいんですけどね。まあ、内容を求めながら、まあ、しっかりやっていきたいですね。はい、トッシーさんよろしくお願いします。これは多分逃げられちゃったパターンから。まあでもいいです。いかつい、あ、始まりましたね。結構ラグがあった。16戦16連勝。
シュハシャフ使いましょうか。パンダだったか。まぁ、ちょっとラッキーパネル猿だったか。猿消したかった。まあ、シャッフル使うと、連鎖の途中でもなるんで。さあ、相手が先に減ったんで、まあ、こっちは大丈夫です。基本的に相手が先に減れば、だいたいアタックはこっちの方が高いっていうのが基本的な多いんで。まあ、例外もありますけど。さあ、これは微妙だぞ。まあでもディフェンスラッキーなんで相手ディフェンス少ないかもしれないんで、ハートも出なかったんで、まあこれはチャンスです。あ、やっぱり少ないです。やっぱりアタックに偏りやすくなるんで、体力がかなり減ってからそのラッキーパネルがディフェンスだと、だいぶ不利になるんですよ、その時点で。アタックに、その時に偏ってもディフェンスが高くないと意味がないんで。はい、ありがとうございました。さあ、スコア的にはさっきは微妙だったけど、まあ勝てれば問題ないんで。まあ、っていうね、まあ、プラス思考で。まあ、ポジティブにやっていきましょうか。はい、16点さんよろしくお願いします。で、あと1900。さあ、しっかりやっていきましょう。ディフェンスラッキー。押せてないのか。今のスペパネ押したかったな。ギリギリ押せてなかった。間に合わなかったですね。相手ディフェンス少なかったんで。アタックも90ぐらいか。まあ、これは操作精度良かったですね。まあ、基本的にはミスなくできたけど。結構ね、操作ミスがあるんで、このゲーム。割と操作ミスが多発するゲームなんで、ツイキーパーって。特にマス操作ね、結構難しいからね。シミが延長って言われちゃいましたね。まあそんな感じで、あと2戦やっていこうと思います。これ結構いかついね、この戦績。やっぱり18戦18連勝。なんだこいつって思うと思います。まさゆきさんよろしくお願いします。威圧感があるよ、威圧感。いやー強いですね。これは大丈夫だと思う。ディフェンスが500あるんで、528は強い。相手は、ディフェンスが、60くらいだったかな。アタックがまあ大体90くらいか。違う。80くらいか。まあ相当オーバーキルですね、これ。さあ、いい調子。後半上がってきたぞ。後半操作精度上がってきたんで、いいですね。このまま行きたいですね。対戦は来ないかな。じゃあラストで。で、1800行きましたね。はい、アイキさんよろしくお願いします。まあ、しっかりやっていきましょう。
よし。このね、カバーを揃えるように、とりあえずしたんですけど。まあ、その、双眼鏡っていうんですから、あの相手が。それを使って、まあ、消せるところあればすぐに、ドドドンって消すつもりだったんですけど、そんなになかったんで、消せなかった。最後に、あの秒数で追い込みかければ、だいたい3パネルぐらい消せるんで、速攻でこうやって動かすの。それを狙ってたんだけど、あんまり削る場所がなかった。空中でキャッチする技術がすごい重要なんだよね。まあ、そういう感じでね。まあ、20戦20連勝と。まあね、まあ、まかりね。やはりね、ちょっと噛んじゃったけど。まあ、元全一なわけですからね。まあ、しっかり連勝していくわけと。噛み噛みだけどね。すげえ噛んでるけど。まあ、というわけで、こんな感じで、お疲れ様でした。もしよろしければ、まあ、チャンネル登録の方をね、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、ありがとうございました。